木村ゆき10月23日帯は、日本の女性ファッションモデル、タレント、グラビアアイドル、ユーチューバー。愛称は、ゆきぽよ。バラエティ番組出演などでは、この名義を用いている。神奈川県横浜市港南区出身。神奈川県立長屋高等学校卒業。父親は、日本人で、母親は、フィリピン人とスペイン人のハーフである。7歳年下の妹がいる。 左利き。小学3年生の時に近所に住んでいた超ギャルなお姉さんに憧れ、弟子入りをしてギャルになった。芸能界入りした当時は、現在と違う事務所に入っていて、当時の社長につけてもらった芸名は、泉川みやだった。その後、無断で雑誌、X のオーディションを受験し合格したため事務所を辞めた。2012年、高校1年生の時に、雑誌、 エッグの読者モデルとしてデビューを果たす。ギャルモデルの世界は派手なイメージとは裏腹に礼儀にとても厳しい世界だったという。動画配信サービスのバインでは6000万回の再生回数を記録した。2017年恋愛リアリティ番組バチェラージャパンに出演。以降はテレビのバラエティ番組にも多数出演している。グラビアアイドルとしても紙面に多く登場し、 ぽっちゃり系グラビアアイドルとして人気を博している。2021年、週刊文春にて2019年5月、知人の男性が自宅でコカインを使用して逮捕され、自身も強制捜査を受けたと報じられたことについて謝罪した。2021年3月25日、ライズアップの CM 発表会に出席。2ヶ月で5 7ラムの減量に成功したスリムの美ボディを、 水着姿で披露した。2021年8月20日、新型コロナウイルス感染を公表。8月27日、自宅療養の終了を報告。2021年10月15日、芸能事務所、エージアプロモーションとマネジメント契約を結んだことを発表した。ありがとうございます。